こんにちは。4年目の生徒です。今回は、選手を知ってもらおう第2弾ということで、自分のことを詳しく知っていただけたらなと思います。よろしくお願いします。身長と体重を教えてください。身長は今187、187で体重が91キロです。はい。血液型は？血液型は生粋の A 型です。めちゃくちゃ A 型です。なんか筆箱の円の方向とか合わせるぐらい生粋の A 型です。じゃあ休みの日何してますか？休みの日はビリヤード行ったり、友達とゲームしたりですかね。筑波だと。おお。なんか最近こっち来てなんか買い物とかも行くことが減りました。大阪の時は何しとったん？大阪の時はな、あーでも友達とドライブとかめっちゃ行ってたよ。おお。なんか海行ったりとかした。おお。かな。最近はないね。趣味は何ですか？趣味は。趣味はビリヤードです。腕前は？腕前は、まだまだアマチュアですが、好きという気持ちは誰にも負けません。趣味ないな、ぶっちゃけ。まずない、ない、あまりない。あ、好きな食べ物は？好きな食べ物はお寿司。お寿司回る100円の安いやつとかがめちゃくちゃ好き。そっちが好きな。なんか俺あれなんよ、からいつも言うけどさ、あの高いやつと安いやつの差が分からへんから、なんでも醤油味みたいな。これ言ったらあかんやつやな、お前。確かに。出身地を教えてください。出身地は、大阪です。何市ですか？大阪府大阪市です。おう。もう超ど真ん中にのシティボーイです。本当にシティじゃないな、あれ何ボーイってあるんで。何ボーイ？シティでいいのか。シティボーイ。あ、シティボーイ。超シティボーイ。そんな？そうだ、めちゃくちゃ。でも住宅街、住宅街やけど、なんか10分とか電車乗ったら大阪のなんかどこや、道頓堀とか行けるよ。お、近い。だからマジのシティボーイ。マジのシティボーイ。ゴリゴリの関西人ですけど、なんか関東出てきてやっぱこう違うなみたいなとこあるんですか？それは あるやろ。ちょうど俺がその筑波に入学して1年目の時に、その関西やったら敬語の本当ですかのことをほんまですかって言うよね。うん。それで俺はだから高校の時までずっと先生とかにもほんまですかってずっと言っとって、俺はそれがずっと敬語だと思ってたけど、こっち来てそれ使ったらそれは敬語じゃないっていう風に言われてバカ怒られた。覚えてる？覚えてる、覚えてる、覚えてるよ。そっからだからめちゃくちゃな、なんか敬語は治った、標準語になった。怒られるから。めっちゃ怒られたもん、それで。だから敬語の時あんまりなんかな、関西弁でへん。おう。タメ口の時との方が出る。なんか大阪のいいところ、こんなとこ良かったなみたいなあります？住んどって。まあ、うん、住んどって、大阪におって。ああ、なんかでも住みやすい、普通に大阪。うん。空気悪いって言う人おるけど、なんかずっとおったら分からんし、それも全然いいと悪いの判断も分からんから全然悪くない。じゃあハンドボール聞いていきます。お願いします。じゃあ始めたのは小学生ですか？小学校2年生。うん、小学校2年生。何クラブですか？大浜キッズです。ああ、大浜キッズ。結構有名じゃない？大浜キッズ。大阪やったらな。大浜キッズで小学校2年生の時から。そう。なんか小学校の思い出とかありますか？ハンドボールの。うん。あ、なんかあの小学校の頃はな、
俺左バックやっとったんやけど、うん、センターからもらったら引っ張りに打って、サイドからもらったボールは全部流しに打ってってずっと教わってたけどそれがなんか入ってた、うん、だからぶっちゃけなんか俺小学校の中学年ぐらいまでなんか敵おれへんわって思ってたんだよ。全然ほんま負けなしとかやって、うん、あ、オランジめっちゃ強いんじゃんと思っとったんや、うん、けど中学年の何の大会か忘れたけど何かの大会でキダブルロケットに当たってフロックをされて、うわ上には上がおるわって実感させられた小学校で大阪出ると、え、小学校は一番強いん、オハマキッズは強かった。オハマキッズとなんかもう一個貝塚バーディーズっていうチームがあって、そこかな、今日あ、じゃあ全勝とかも出た。全勝出たよ、出たけど1回戦負け、じゃあ2回戦か。おお、東海ハンドボールスクールみたいな。あ、それ普通に強いやんだったら。そこ強いよ、僕らはそこに負けた。おお、で、中学校は、中学校は大なめしょ中学校。おお、大阪大学の中学校。もうそれは自動的になんか大浜キッズの先輩とかがめっちゃそこ全員行っとったんで、ハンド続ける人が、うん、だからハンドしたかったらなんかそこっていう選択肢しかなかったから、あんまハンドそもそもないやん学校に、うん、しかもするならなんか強いとこがいいやん。確かに。だからでもそこしかなくてって感じやな、うん、で中学校は、でも中学校は全中出てない。あ、俺らの一個上の都市、うん、俺が中2の時は出た。全中出たっけな。全中、あ、秘密最初出た時じゃない。あれ春中。全中。あれ全中やな。あ、全中出た。で2回戦負け。2か3確か。負けで。俺らの年は、俺が最高学年の時は出てない。あ、全国大会。負けた、近畿大会で負けた。あ、そうなんや。なんか割とな、なんか自分の年であんまりな活躍してない俺は。あ。1個上が強い人めっちゃおったからな、うん。で、高校か。そう、高校は、高校は大体大何でしょう、高等学校、高校。うん、でもあれ、中高1回やから行っただけ。あ、そのまま上がったってことか。で、高校時代は成績は、高校時代の成績は1個上、俺が高2の時に高1の選抜か、うん、高1の選抜で3位。おお。で俺が高2のインターハイ、山口だったインターハイで3位。おお。3位で、で自分の年はインターハイは、あ、じゃあ選抜、うん、は氷見や。そう、俺らとやったや。そうや。で1回戦負け、シードの1回戦負けか。ああ、それ2回戦やな。2回戦負けか、うん。で、インターハイは1回戦昭和。おう。で、1回戦負け。あ、じゃあやっぱ自分たちの代では全然残ってないよ。うん、まあ、出ても1回戦負けか。そう、まあ、当たり悪かったけど、あるけどな。確かに。負けだ、あんまり成績残してないな。そうなんや。なんか1個上の時に入ってた感じ、俺は。うん。で、波章で、あの、王選手権は生まれたの。そう、波章で生まれた。高校？高校。おう。高校の時に、なんでか分からんけど、なんでか分からんな、けど生まれたな、勝手に。おうおう言っとってか、王選手権なんや。そう、名前それだけ打つ時におう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 って言うから王選手権。え、コラスの声やば。今優雅の声かと思った。やばくない、今の声。今優雅の声かと思った。今カラスの声じゃないやん。やば、今の疲れてたな、カラス。今ビビった。空飛ぶの疲れてた。ああ、言った。筑波大学に来ますけども。来ましたね。やってきましたね、筑波大に。筑波なんか行きたいと思った理由とかあります？筑波に行こうと思った理由は、その一個上に筑波を受けて受験失敗した人がおって、受験っていうのこれ、大学受験か、うん、受験失敗した人がおって、けどその人にめちゃくちゃいいからお前行ってみたらって勧められて、考えるようになってとか。おー、じゃあまあ 入りましたけど、入ってみて一番最初思ったことなんですか？入
最初に思ったことは、練習の最初になんか5分間フリーアップがあって筑波大学がで、その5分フリーアップの時に俺はなんか結構筑波じゃなんか初めてぐらいの逸材になってたんやけど、5分間アキレス腱、左右のアキレス腱伸ばし続けたっていう記録があって、それで先輩とか先生にバカ怒られた一生筑波来て最初の思い出はそれ。なんか最初入ってからさ、何したいか分からへんやん。5分フリーってやっても高校の時もさ、そんなないやん。だからなんか爪切ったりアキレス腱伸ばしたりとかしてたらクソ怒られたやばすぎる。今となってはいい思い出ですわ。いい思い出です。まあ筑波で4年間一緒に、まあ、4年間プレーしてましたけど、うん、この人のプレーすごかったなみたいな、この一番尊敬する人誰ですか？筑波で、うん、筑波は徳田蓮之助やな。おお、それの理由は？徳田蓮之助は、まあ、やっぱ高校の時に参観してるっていうのもあって、なんかハンドボールにめちゃくちゃ詳しい、詳しいじゃないかもね、うん、ハンドボール大好きよ。でなんかめちゃくちゃそう一緒にやってて楽しかった。めちゃくちゃ気分嫌な人やけど、なんか結構あった、ハンドボールの価値観があったわ。うん、合うようになったんだ。俺が変わったんだ、多分連日くらいって、うん、影響された、影響された、うん、それが結構今のな俺のハンドボールの味が来てるわ。うん、こんなん聞いたら嬉しいでけど俺結構言ってるからな。 あ、そう、ニヤニヤしてるかもしれない。言った人で矢野の武器は、矢野の武器は、まあ、ディフェンスかな、うん、サイドシュートよりもディフェンスかな。まあ、身長が、まあ、そこそこ大きい方やから、180から大きい方やから、大きいけど、まあまあそこそこ動けて、なんか予測力とかにもなんか、うん、案外あるみたいな。ディフェンスでの予測力。おお。まあ、あとは背高いからサイドシュートも結構あるかな、入る。うん。かな。はい。じゃあこれまでの代表歴は？代表歴？うん。お、代表歴俺全部入っとるよ。アンダー16、アンダー19、ユース、ジュニア、アンダー20。で、16では俺と翔太出せて一緒やったもんな。そうそうそう、結構今のところ順調に入ってきてるよな。うん、割と全部入ってるわ。もう全然なんか自分の代とかでなんか活躍してないけど、多分全部入れたんは多分な、アンダー16の時にな入ったから多分な。なんかアンダー16入ったやつってさ、ユースのさ選考会呼ぼうってなるやん一応。ああ、確かにね。多分それ多分全部ポンポンポンって入った俺。うん、ジュニアの時もユース呼ばれたから入ったみたいな。今年の抱負を。今年の抱負、まあ今年の抱負は、まあインカレがあるか分からんけど、まああったら、まあインカレ優勝が今年の抱負。去年そのインカレできんかった分、まあ悔しい思いとかもあるから、今年インカレあったらそこでも去年の分も、去年の先輩たちも、気持ち引き継いで優勝したいと思います。はい、はい、じゃあ応援してくれる方にメッセージをお願いします。応援してくれてるファンの皆様、これからも、いい結果を報告できるように頑張りますので、これからも応援よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ第2回目は矢野聖斗くんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ第3回目の次の人を指名してください。はい、今決めてください。そんな感じの前にしようと俺って言った。そう、じゃあ次は浅野翔一郎やな第3回は浅野翔一郎でお願いします。はい、じゃあ僕が第3回やります。じゃあ次回もお楽しみに。
ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。